学びズム通塾在宅ともに春季キャンペーン実施中。詳細は LINE のこちらのボタンをクリック。センター試験対策の、ものも共通テスト対策のものも僕だったら買わせないです、受験生を持つ保護者様に子育て教育に関する情報をお伝えしていきます。保護者トーク、それでは始めていきましょう。学びズムの山城です。学びズムの矢田です。どうもこんにちは。本日の質問です、はい。私大志望の高校2年生の娘がいます。娘の代から共通テストに変わりますが、今センターの英語の過去問題集を英語長文対策のために購入するべきでしょうか、それとも共通テスト対策の問題集を購入するべきでしょうか、ご回答お願いします、ということですね。なるほど、結構勉強の中身に踏み込んでる、はい、より具体的なね、はい、保護者トークですけれども、はい、やっぱり今のこのね、あの2年生のね、娘さんがどれぐらいの学力なのかっていうのはちょっとあのここからわからないので、うん、一概には言えませんが、うん、でも多くの場合、もう本当多くの場合はこの共通テストなのかセンター試験なのか、もしくは私大なのか国公立2次なのかとかっていうのって最後の最後の傾向と対策であったりだとか、まあ練習の場じゃないですか。でそこに行き着く練習に、その最終的にはその試合じゃないですか、その試合の部分の準備がどれぐらい今できてるのか、要は基礎学力であったりだとか、例えば英語であれば英単語どれぐらいなの、英文法どれぐらいなのとかっていうところの本当に基礎的なこの学力っていうのがどれくらいついてるかっていうことの方が絶対的に大事で、その学力がついているのであれば、それがテストが共通テストであろうが、センターであろうが、私大であろうが、国公立2次であろうが、最終的な部分での調整の部分でしかないので、そこはやっぱり今この現時点でセンターだろうが共通2次のやつだろうが英語長文対策のために使うっていうのはちょっと違うんじゃないかなっていうふうに僕は思います。はい。なので今そのお子さんがどれぐらいの学力なのか、どれぐらいの英語の力があるのかっていうのをしっかりと分析した上で今ほんまにやるべきことが明確になると思います。でこの悩みってお母様だけじゃなくて受験生もやっぱ多いと思うんですよ。受験勉強開始したタイミングって、あ私例えば立命に行くから立命の過去問長文やってみようかなみたいな、いやいや違うと、ね、センター受けるからセンターのやつやってみよう、共通2次だからどう、英検2級だからどうとかっていうその最終的なゴールを見つけるのはもちろん大事なんですけど、そこの部分の対策をいきなりスタートしてもやっぱ絶対に無理で、あの遠回りの勉強になっちゃうので、最短距離で行くっていうのであれば、そこの部分は最終的ゴールであって、そこに行き着くまでのステップっていうのはしっかりと残りの1年間組み立ててあげないとめちゃくちゃ遠回りになってしまう、勉強してないのに成績が伸びないっていう残念な結果になっちゃうと思うので、そのスモールステップですね、このステップをどうやって作っていくかっていうのをぜひぜひあの考えた上で勉強開始してほしいなっていうふうに思いますね。やっぱ努力してんのに全然伸びないわ、水の泡になっちゃったっていうのはほんまにもったいないと思うので、うん、いかにして成績を伸ばしていくかっていうその戦略の部分をしっかりと立ててから勉強を開始してほしいなっていうふうに思います、うん、はい。僕からはですね、はい、あのまあ、山城と同じなんですけど、はい、センター試験対策の、ものも共通テスト対策のものも僕だったら買わせないです、うん。でおそらく高校2年生、私大志望高校2年生ということですから、もう基本的には一般入試をメインで受けることになるんですね、うん。受験トークへの質問はチャンネル登録をしてコメント欄からお願いします。もちろんあの共通テストを使った形式であったり、共通テストを受けなければ受けれないであったりっていうルールは大学によってありますけど、ほとんどの場合まだそうなりません。2021年普通に一般入試のまま、大学としても絶対にうちは変えませんっていうポーズを申してる大学もあります。でそれはあのちゃんとこのいろんな騒動が落ち着いて、全部大学の方針が出たらそれらを全部取りまとめて僕たちが動画で出すんで、また見てほしいなと、チャンネル登録をして待っててほしいなとあの思うんですけど、とはいえやっぱりあの山城が言った通り、勉強のやり方を分岐するのって基礎がある程度までいった段階なんですよね、うん。でだからその過去問であったりそのセンター対策共通対策をやる前にやらないといけないことがたくさんあるん で、うんうん、で2年生の段階でそれが終わってるとは到底思えない、うん、もう今までそんな受験生見たことないから、うんうん、それだったらもっと前にやるべきことがある、基礎を、固めるべき、タイミングであるということを、アドバイスさせていただきたいなというふうに思います、うん。あの
敵を知るためにやるだったらいいんですけど、うん、勝ったらなんかやらないといけないみたいになっちゃって、うんうんうん、意味ないのにとりあえず英語長文1日1台解くみたいな、うん、それが受験直前とかだったら、うん、受験直前とか3年生の夏以降とかだったらいいんですけど、うんうん、2年生の今の段階でセンターレベルのやつ毎日バンバン 解ける、そしてそれに、ちゃんと自分の適切な負荷がかかった状態でそれをこなせる子なんてほとんどいない、うんうん、いるとしたら次第志望じゃないその子は、うん、そうですね、うん、と思うんで、それはやめた方がいいかなというふうに思います、うん、これぐらいまで非常に具体的な質問でいいなと思ったんですけど、我々としてはもっとその子のためにヒアリングした上でこうやるべきだよっていうのをアドバイスしてあげないと正確な勉強ができないと思って、うんてるんですね、うん、だから自習コンサルティングというものをやってるわけであって、うん、そういうところの相談に関してはあの無料受験相談でめちゃめちゃ細かく、うん、あの指導しますんで、うんうん、あの1回無料でぜひ受けてみてください、うん、はい、もうこの時期だったら本当に一般的な受験生ぐらいのタイミングなんですけど、そうですね、本当にもうここからあの一般的な受験生と同じタイミングで始めてももう遅いんで、うんうん、次第入試って5倍6倍の世界ですから、うん、だからできるだけ早くそれは問題解決した方がいいんじゃないかなというふうに思いました。はい、はい、それではこの動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。この動画がためになったと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。マナビズム公式 LINE では大学別対策の e-book や映像授業を無料プレゼントしているので概要欄からぜひ登録してください。